ます。朝からプロテイン飲みますけども、WPI っていうのが大事です。WPI は胃腸とかが弱い人、僕ちょっと胃腸とか弱いで、よく牛乳とかでお腹下すんですけど、そういう人はより、WPI ってやつの方が生成された、不純物がないやつなんで、お腹痛くなりにくいっていう、この筋トレチャンネルみたいな話をさせていただいております。僕の朝ごはんはこのプロテインと、あとはセブンで買うブラックコーヒーですね。あ、ダマがあった。嫁と知り合った時の第一声の会話がね、実は僕洗い物してたところからスタートしたんですよ。それ洗い物しててね、洗い残しがあるといつも思い出すんやけど、海の家のバーの兄ちゃんしてたんですね。で、目の前に嫁と嫁の友達がおって、こうやって洗い物しとったんですよ。お客さんのグラスとかで、こうやってパンって置くじゃないですか。で、パンってこのカウンターの前に置いた時にめちゃくちゃ泡だらけやったらしいんですけど、僕全然気づかんと、こうやってヒューってやってパンってそのまま置いてたんですよね。性格って今も昔もあんま変わらないんですけど。で、そしたらそれ見て嫁が笑ってたんですよ。で、なんで笑ってんだろうなと思って、お兄さんって言われて、はいって言ったら、なんかめっちゃ泡ついてるから大丈夫って言われて、ああ、いけるいけるいける、知らへんって言って、それが第一声の会話やったんですけど、今はいてない嫁の話させていただきました。ちょっと寂しいです。これ飲んだら OK ですね。ビタミンと亜鉛と、これ男性ホルモンで、ビタミンは肌荒れ防止で、これはうつの薬で、これは鉄分、僕よく貧血になるからで、これが腸活やってるから、便の通りが良くなって、体が健康になるっていう、これも腸活なのかな。まずこれのグミからね。掃除よろしく。アレクサ行ってきます。アレクサの上に歯が、嫁の歯です。これマウスピース作った時の歯がある。ちょっと窓開けといて、よし、今日はゴミの日だね。おはようございます。タバコ吸ってるな、これは車で。では第2の完食、貴重なプロテインを飲みますか。さっき飲んだプロテインはね 20g なんですけど、これね 30g あって、しかも美味しいんですよ。でやけど高いんですよ。だから貴重に飲んでいかんと、あんまりガブガブ飲んだらもったいないんでね。はい、我がオフィス来ました。で、まずついてる手を洗いに行きましょう。あ、これ以前言った買ってよかったもの の手洗いの、ね、洗剤、このバームね。このバームからもなんかボディークリームとか結構出てるみたいで、ちょっと今度買いに行こうかなと思ってるんですけど、これはぜひご自宅に奥さんとかいてはったりしたら奥さんが喜ばれると思うので、バームのこれね、ぜひ買ってみてください。多分高島屋とかには売ってると思うんですけど、まあネットでも売ってますけどね。そして紛らわしいレンズかと思いきやコップを使って水を入れていきましょう。
影していきたいなと思います。こんな感じでね、ちょっと音楽流しながら、僕の好きな、愛の塊っていう歌流しながらね、カメラ用意して、こっちもカメラ用意して、バッチリですね。で、撮影が始まったらこの枠が赤くなるので、こんな感じで赤くなったらこれスタートです。じゃあ行きましょう。はい、すいません、よろしくお願いします。ですね、今日ワークマンの動画っていうことでいきます。はい、本日ですね、エグすぎワークマン史上最強ジャケットをご紹介していきたいなと思います。ということで、いよいよですね、ワークマンからも、はい、すいません、よろしくお願いします。ですね、ワークマンじゃなくて、ノースフェイスのパンツの動画いきたいなと思いますので、よろしくお願いします。バサダイパンツの、紹介をしてみたらどういうことになります。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあ今日はニュース系、よろしくお願いいたします。ニュース系なので、あらららららら、あらら、ん？の変わんない。確かに本日の昼ご飯です。そしてここはモザイクですけども、嫁蔵さんとテレビ電話しながら昼ご飯を食べます。仕事だけじゃなくて付き合いうまいのよ、人との。ちょっと聞きたいことがあって、このマッサージ券とかってまだ権利来てるのかな。何でもパシリ券、何でもパシリ券はあるけど、これはもう有効期限切れてるってこと。有効期限書いてないけど、どこにも。閉店したってこと、これ。まあ、ターゲット絞られるから、あんまり経営とかって言っちゃうと経営者しかもう見にくなるので、まあなしの方がこれから見たい人とか従業員の人も見れるかもしれないですね。確かに。で、まあ隊長とサムネ、まあ前から、なんかサムネ変えたんが多少は反応してるかなっていう感じだね。そうですね。でクリック率の方も、結構総まとめ、まとめ系、これかなりなんか色合い的にも、確かにやっぱ緑強いんかな。まあ、スニーカーはあの見本通りよ、見本通り作ったから、今日の晩ご飯は冷ややっこ、味噌汁、そしてサポートミールって言って、このライズアップのやつなんですけど、これはあの視聴者さんにいただいたお弁当がありますので、今日は豚の生姜焼きですけども、ちょっと見ていただきましょう。カロリーが低くてね、しかも全然お腹もいっぱいになるんですよ。なんと236カロリーしかない。あと292だ。で、味噌汁と冷ややっこ入れて、多分400キロカロリーもないかなと思います。いただきます。ありがとうございます。それではホワイトニング、ホワイトニング、これですね。液剤をね、このマウスピースにねつけていくんですよ。注射みたいな感じでピューってつけていって、前歯につけると。それでは最後まで見てもらってありがとうございました。今現在がもう10時頃になりますので、そろそろ僕はもうこのままベッドに行って寝ます。最近ね、あのスマホをベッドに持っていかんという習慣をしますので、ここでギリギリ10時までは
スマホいじってここで充電して自分だけベッド行って寝るっていう感じでね。え、また明日も頑張りたいなって思います。今日も一日やりきったなって感じなんで、また明日も一日やりきって、積み重ねていきたいなと思います。そしてそれによって嫁と会う時にね、あ、たっくんちょっと頑張ってるじゃんって言われるかなと思いますので、最後まで頑張ろうと思いますので、今日も、ね、見てもらってありがとうございました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。